い、こんにちは。今回のお取り寄せグルメはまたまたなんですが、チーズケーキになります。どんだけチーズケーキが好きなんだって話になってしまうんですが、はい、こちら京都のチーズケーキなんですね。ローヌというお店のチーズケーキなんですが、京都の方ではとても有名なお店のようです。私は今回食べてみるのが初めてなんですけれども、こちらは先日女優さんがテレビの方で紹介していたんですけれども、そのテレビを見てすごく美味しそうだったので速攻注文してみました。でもすぐに届かなくて少し時間がかかったんですね。でもしかしたらもう美味しそうだなと思う人が多かったので注文が殺到したのかもしれませんね。まだ開けたこともないし食べたこともないので早速開封してみたいと思います。はい、こちらリボンを取ってみました。開けてみます。こちらがローヌのチーズケーキです。ですね、京都山科チーズケーキのローヌです。はい、こちらです。じゃじゃん、こちらです。はい、こんな感じの、はい、こんな感じのチーズケーキなんですね。ここから見るとこんな感じです。こちらは人気ナンバーワン商品のマイスターチーズケーキというそうです。スフレならではの口どけの良さ、一度味わってみれば分かります。他では味わうことのできないチーズケーキだそうです。美味しそうですね。ローヌさんは創業が1968年。かなり昔からやっていらっしゃる老舗ですね。とってもきめ細やかでしっとりふわっという情報があります。さあ、どんな味なんでしょうか。楽しみですね。この上の方に色が変わっている部分があるんですけれども、これは何なんでしょうか。ちょっと切ってみたいと思います。では早速切っていきます。はい、カットいたしました。はい、切ってみました。こんな感じですね。なんか思ったほど甘くはなくて、なんかさっぱりした感じがします。いくらでも食べられそうな、そんなさっぱり感がありますね。なんでしょうね、ここはジャムのようなマドレーヌのような、なんかそういったフルーツ感のある
感じがします。ミルクがミックスされているのでシンプルで軽い感じがするみたいですね。チーズケーキといってもチーズ臭さがほとんどない感じがします。どちらかというとやはり牛乳感の方が強いのかもしれませんね。はい、今回はローヌのチーズケーキをご紹介しました。私も初めて食べてみたのですが、とても軽い食感のチーズケーキという感じがします。まあ、濃厚なのが好きな方はちょっと物足りないかもしれないんですが、チーズケーキがあまり好きではない方も食べられそうなふんわりとした牛乳感のあるチーズケーキだと思いました。すごく今人気があって手に入らなくなっているそうなので、3月の後半になったらまた買えるそうなので、ぜひ試してみてください。今回注文したチーズケーキはサイズが大きい方で2400円となっています。この他に M サイズがあります。 M サイズの方は1680円となっています。この商品代金の他にクール宅配便の送料がかかります。こちらはオンラインの方でお取り寄せができますので、ぜひ美味しそうだなと思ったら買ってみてくださいね。またこれからも美味しいものをどんどんご紹介していきますので、よろしかったらまた見てくださいね。